ハッピースピリアルライフ。こんにちは、穴口恵子のハッピースピリアルライフにようこそ。今日もね、本当に今までもそうなんですが、実際にコメントたくさんいただいて、それで感謝のコメントいっぱいいただきありがとうございます。本当嬉しいです。で、そんな中でですね、上がってきた今日は質問にお答えしようと思うんですけど、きっとですね、この質問ってたくさんの人の、こう思いを一つにしたような質問がありますので、ぜひ最後まで、ご視聴ください。はい、では一つ目いきましょう。はい、じゃあ一つ目の質問です。エリさんからいただきました、はい、ありがとうございます。恵子さん、こんにちは。実は私には仲の悪かったお兄さんがいますと、うん、兄関係となかなか関係も悪かったんですけれども、たまたま電話、おばさんの家に電話した時になぜか間違い電話でお兄さんの家に電話がかかってしまったそうです。で、その時に、義理のお姉さんが出たんですけれども、非礼を一言浴びてお互い体に気をつけてという短い電話をしましたと、うんうん。でこれがですね、ちょうど立春を超えてこの出来事があったんですけども、これはその長いカルマが終わったということでしょうかというご質問。すごい、この確認質問っていいですね。そう、エリさんすごいじゃないですか。本当に立春とともにこの2022年、愛の中でこう本当に自分らしくありのままの自分を感じて生きるというね、そういうステージに来たからこそね、かけたつもりのおばさんが出なくてね、お兄さんのね、義理のお姉さんっていうのも本当になんか、いよいよだよって、今までなんか分離してきて、うまくいかなかった、まあ仲違いとか仲が良くなかった。そういう関係がもう紐をほどけて、あなたはあなたと繋がったからこそ、繋がり先をそこに行ったんですね。だから本当にそのカルマフリーな、タイミングが今、たくさんの方にも来ているわけですよ。だからすっごく今、この春分に向けてね、まだ今、もうどこかであなたが感じている分離感、例えばその不信感、誰かへのとか人間関係の中の本当に大好きなのに相手に不信を抱くとか、あるいは何か孤独感、あるいはこう関係を深めていく恐れであったり、本当に自分がこうだと思うことに対してこう一歩踏み出す勇気がない、そういった分離感がですね、本当にこの春分の日に統合されて、やっとこのなんか、そのせーのっていういいステージに、愛のステージに上がれるわけですよ。それを立春に体験してきて今があります。なのでその分離はもう完全に自分の中で統合されていて、この自分はまず自分と一つである、そして私は全てと一つである、私は宇宙と一つである、でこのタイミングで私は愛と一つであるというようなね、そんな流れの中で日々を送ってみてください。エリさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では次の質問ですね。匿名さんですね。匿名で質問いただきました。コロナ禍でなかなかこう仕事がない中、先輩とかはいろんなこう成功者を見ていると好きな仕事をした方がいいよって言われるんですけれども、なかなかその自分がそこをやろうという勇気が出ません。この、独立した方がいいとか好きな仕事をして果たして本当にうまくいくのかとても不安ですという質問をいただきました。はい、本当にきっとですね、このタイミングで、職をなくした人、そして本当に仕事のなんかこう量が減った人で、これから自分は本当にどうしたらいいのかっていうね、迷っている方で、なんか自分のこう好きなこと、ワクワクすることでっていうね、仕事をできたらいいなって、したいなって思っている方すっごい多いと思うんですね。で、実際に一つやったらいいことあるので、ちょっと待ってくださいね。はい、キコちゃん、YouTuber フレンドのスピチューバーのリアルスピリチュアルなキコちゃんの本でね、この本、はい、風の時代に、風の時代は好きなことで稼ぐ、これすごくシンプルだし分かりやすい本なので、ぜひねおすすめします。はい、これがまず一つで、本当にこう多分行動して、こう、キコちゃんもそうだし、私の周りの人は結構、バンジーしてるんですよね。バンジー。もう、怖いけど、やっちゃいなって言って、やったら、そこには、思った以上の可能性を、あるいは、思った以上の、なんか自分を求めてくれている人。だから、それが仕事となって回っていくっていうね、流れがやってきているんですよ。そう。
だから自分の頭の中でああだったらこうしよう、こうなったらどうしようとかいろいろこう考えあぐねて、そのチャンスをね逃してる可能性もあるし、そして同時に自分の中にもねいろんな自分がいませんか。このちょっとこの好きなことを確かにそうそう先輩も本当に周りも見たらなんかやってる人がいる、楽しそうだしないいなって思ってて、そこに乗っかっていきたいっていうこっちの自分がいて、で同時にそんなのね今更やっても、全く仕事がなかったらどうすんだっていうようななんかささやき、悪魔のささやきのような自分もいるんですよ。そのいろんな自分がいる中で本当にピュアに自分がその好きなこと、これをやってみたい、これを仕事にしたいなって思うことに対して、そこに一歩進んだらどんな世界が可能かっていうところをもう少しね、疑似体験でもいいので、そういった好きなことをやっている人のそばにいるとその振動数に触れるから、あ、そっかそっか、そんな軽やかにやっていいんだ、まあそういう意味でですね、感覚的に直感的に、そしてなおかつやって、実際に行動を起こすために周りにねそうやって発信するとかですね、周りにそのあなたの好きなことを求めている人が必ずいるんですよ。で、そういういる人を探すというかね、いる人に出会うためにも大切なのはね、伝えるっていうことですよ。周りに伝えてみる。で、ちょっと怖いなって思っていても、その好きなことをやってる人のエネルギーに触れながら、その人にもう好きなことをやってる人のエネルギーをある種浴びていくために、ちょっとね、自分もこういうことしたいんですけど、ちょっと怖くて一歩、踏み出せないんですけど、どんな風に踏み出したんですかとかね、本当にたくさんの人がいろんな方法で踏み出してるんです。でも一つ言えるのは、共通してあるのはね、バンジーするんですよ。そしてそこに行った時に見える世界を見たい。だってね、今日これやらなかった人生とそれをやった人生の違いっていうのはね、後悔と、なんかハマっていったらその新しい可能性が見えていく世界だったら、可能性のある世界を選んでいくと思うんですよね。だからぜひ後悔しないためにも一歩踏み出してやってみる。で、たくさんの人がね、今完全にじゃあ仕事を辞めてね、ボンって行ったらいいんですかって、いや別にすぐに辞めなくていいんだけれども、その仕事以外に自分のその大事な時間を、そのやってみたい好きなことに対してどんなことが起き、できるかっていう、その一歩を作ってやってみる。だから同時進行でやることをそういう方にはまず進めますし、やってみたらですね、こんな感じでいいんだって案外ね、簡単なの。頭の中でぐる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 考えて、ああでもない、こうでもないって言ったら余計なことをいっぱいこう見てしまったりとか聞いてしまったりとか、そのネガティブな、不安の方のエネルギーで情報を受け取ってたら始まんないんですよ。だからやっぱり好きなことをもうすでにしている方向の人たちとつながって、そして自分も一歩踏み出してその世界を味わってみるっていうことをね、やっていけば大丈夫です。ぜひ好きなことでね、キコちゃんの本じゃないですけど、稼げるんです。なぜかというと、あなたがもうこれからの風の時代というのは、境界線のない時代、そして共同創造の時代、そして明らかに循環、共同創造というのは循環をお互いにしていくので、あなたがポンと一歩出た時に、その世界であなたの周波数を見つける人が、偶然じゃないんです、必然的に現れてくるから、シンクロで。それをなんか信頼して一歩踏み出すことをお勧めしますね。でなお今回はもう本当に、確かにその春分が明けて愛のステージもうグレードアップあなたはしたんです。それを信じて行動に移してみてくださいね。はい、そんなわけで、コメント返しとかですね、質疑応答ですね、 QA にも答える、この月に1回はやってますので、質問などもありましたらぜひこのコメント欄に質問って書いて、質問を残しておいていただけたら嬉しいです。そしたら、来月のねコーナーで実際にあなたの質問にお答えいたします。今日も穴口恵子のハッピースピリアルライフをご視聴いただきありがとうございました。